向かって左側、青のユニフォームがプレーオフ圏内6位まで浮上してきたビファーレン長崎、右側今日はセカンド白のユニフォームが現在リーグの18位。スペースありますので、空いた動きっていうのは、さあここはチャンスになるか。上中、一射にいた、エジガル、シュートだ、くじ引き、手に当てました。ナイスセーブ、ナイスセーブですね。原田監督もこのアタッキングサードの大胆さという話をしていた。そうですね。さあ桑崎入っていった、クロスが低いボール通った、シュートは入った、長崎先制、先制は上中、素晴らしいですね。前半11分。ところで一つ起点になりましたし、なんかこう群馬のディフェンスの枚数っていうのは揃ってたんですけども、やはりそこに抜けてくる場所にいる、いう奪い方ですね。ボール奪った加藤正樹、まだ行く、まだ行く、打っても面白い、奥だ、ポストだ。今日注目の奥田のシュート、これに対して群馬はラインを上げてますよね。なので、まあ、2列目から長崎は背後に抜け出す、ここ裏へのボール、エジから追いつけるか、取った、シュートは決まった。いや、非常にシンプルでしたけどね。前半29分、エジガルジュニオ、実に10試合ぶりの得点です。間ギャップのところから抜け出した動きにはなるんですけども、しっかりとボールを最後まで見ながら、まあ、おそらく左足にこう当てたというような、ね、トラップにはなったと思うんですけども、そのトラップに対してしっかりと反応して流し込むというような動きとボール、非常にこの2つが、フリー、笑顔はまだ残っている、左足、キーパーパンチング、まだ残っている、あっとここは、まあ、ここしっかり前、自分の打てる体勢に持っていきな、よかった、山根から裏へのボール、深堀、あっとここは足はファウルです。あーカードが出そうですね。レッド、どうですかね、まあ、ゴールに直結したプレーを阻止したというような判断で、そうですね、ただここで抜けてればキーパーと1対1になってましたので、まあ、例えばそして加藤勝、逆サイド山崎、つながっていくスルーパスがシュートまで打てるか、しびきが防いだ、澤田のシュート、しびき選手救いましたね。素晴らしいセーブでしたね。もう一つ相手が来るのを分かって、まあ、ステップで倒したことでシュートコースっていうのも見えてると思う。大きいですからね、そうですね、高さありますので、海気もいます、二見もいます。さあどうする、風間の右足、キーパーバンチング、富澤かき出した、よくしのぎました。画面はリプレー、富澤のナイスセーブ。ここで試合終了の笛、暫定的に指揮を取る1試合目となる原田武雄監督勝利。